館が丸ごとやられた。そんな、ソートゥースに何と置いたんだ。質問に答えるためにここに来たわけじゃない。あれを始末するために来た。倒すの？どう倒すかはお前が決めること。この狩りはお前の狩りだ。一人でやれ。何が起きても私は手を出さん。分かったな。一人でやるんだ。見られないように高い草を使えば近づけるな。よし、それじゃどこに罠を仕掛けよう。使うなら近づかないと。
ここに来た理由は？質問してもいいんだ。アーロイ。完璧でないと生き残れない。試したんだろ？危険な機械と戦う腕をね。いいや、来い。ここは野良族の狩り場だ。守るべき場所。ソートゥースを倒さなければ多くの義勇兵が犠牲になったことだろう。アーロイ、その問いにこそ学びがある。ずっとお前は己のためだけに訓練をしてきた。義勇兵は部族のために戦うのが務めだ。部族のため？仲間なんていらない。だが部族はお前を必要とするだろう。アーロイ、自立できる強さは立ち向かう強さにもなるんだ。大きな目的を果たす強さにも。そのことを心に留めておけ。忘れるなよ。試練の後も、私がいなくなってからも。さあ行くぞ。来い。夜が明けた。異端者としてここで過ごす最後の日だな。目前に控えた試練にしっかり集中するんだ。母の源へ向かうときは私も途中で待っていよう。最後の教えが理解できた。そうか。自分の意志で戦うなら信じる者のために戦う。見つけられるといいな。そう願う。一緒に小屋に戻る。私はまだ戻らない。用があるからな。え？どんな？母の源で待っているぞ。母の源でね。ああ。